破損奉行は、江戸幕府における職名の一つ。駿府に置かれた、春府破損奉行と、大阪城の大阪破損奉行の二つがあった。駿府城内外の建造物の営善、材木の管理を司った役職。定員二名で、役料として三十人ぶが支給された。配下に下奉行四名ずつと駿府城代と、駿府定番付属の同心八名が付属。 関英16年に諸院番による寸譜財判が開始されて、以来、財判主の出役による破損奉行2名が城の営繕の職務を担当したが、法令4年3月に、正立から安清と、かつ金左衛門正保の2名が奉行として任命された。法令7年に廃止され、城の修繕は再び寸譜財判の所管となったが、完成2年に財判が廃止されるに伴い、 寸布町奉行係破損法営官今日は3年に、寸布部具奉行の坂木原平衛が、破損奉行との検体を押せつけられ、囲碁部具奉行との倹約となった。破損金は当初は無制限だったが、教法元年より3000両とされ石垣、橋、河原兵など100件に及ぶものは、臨時の公用とされた。同14年には1000両、法歴5年には700両。 明和7年には350両と時代を下るにつれて、減額されていった。大阪定番の支配下で、大阪城と蔵の造営修理、またそのための木材の管理を役目とした。持ち高留めで、在職中は、役料として合力前80国を支給された。定員3名で、配下にそれぞれ手第5人、同心20人ずつが付けられた。大阪具足奉行、大阪弓屋奉行、 大阪鉄砲奉行、大阪蔵奉行、大阪金奉行と共に、大阪城六役、または六役奉行と呼ばれていた。当初は、大阪材木奉行と呼ばれていたが、元六十一年十一月十八日に、それまで二名だった材木奉行を三名に増員し、破損奉行と名称が変更された。寛永元年に南城流星がこの職に任じられたのが始まりで、配下には、 実木の手代と大阪城の淀川対岸にある、川崎材木造を管理する倉番6名がいた。修復の際には、まず大工頭の山村義介が見積もりをし、銀味の上で、江戸に伺いを立て、大阪町奉行所で御用がかり大館と共に入札に、立ち会った後、摂津、河内、泉、張間の4カ所の天領に付加された、大阪城、倉修復役の代金を支払いにあて修復を、 行った、江戸時代奉行食事典 P94、理長、別録より、寸譜主略、春国雑誌より、不信のための財源、春国雑誌、理長、別録より、武士の町、大阪 P182、武士の町、大阪 P25、常の臨伝五味クより、ただし、文化元年の武官には、大阪五派村奉行並材木奉行という記載もあり、 材木奉行の名称は廃止されていない。AB、江戸幕府大辞典 P87。ありがとうございます。